それで椎茸がマフラーをしてるんだね。力しいな。椎茸ってそういえばお洋服着てないなって思ったんだよね。これであったかいといいんだけど。嬉しそうにしてるし、舌も出してるからあったかいんじゃないかな。ね、椎茸。そうみたい。よかったね、椎茸。はなちゃんもそのマフラーずっと大事にしてくれてるんだね。なんか嬉しい。こう見えて結構気に入ってるんだよ。これを捨てると冬が近いんだなって思うんだ。そうだね。風も冷たいし、イチョウもこんなに黄色くなったし。はぁ、もうすぐ冬か。あ、チカ、鳥肌立ってるよ。やっぱりちょっと寒いんじゃない？マフラー半分貸してあげるよ。ありがとう、コナンちゃん。ねえ、今年の冬は雪降るかな？チカは本当に雪が好きだよね。ちょっと気が早いけど、雪が降りますようにってサンタさんにお願いしておこうかな。